こんばんは、メガトンです。ブラスフェマス、今眠れる画廊にいるんですけど、今回は大聖堂に行こうと思うんですが、ここですね、大聖堂ここなんで、まあワープ使った方がいいよね。で、水銀とフラスコ瓶があるので、それ行こう。ロザリオは持ってなかったよな。ロザリオ、あとあれか、これもあるんだ。テンチュディアもいるから、アルベロ戻って、あと寄付もしちゃうか。そこら辺もちょっとまとめてやっちゃおうので、まずワープゾーンに行きたい。ここ右上にもあるな。右上の方が近いか。こっちの方が近そうだね。右行っちゃおう。ではでは、あ、これか。ちょっと待って、上通ってけいいんでね。上行くとボス戦だったんだよね確か。ここにあの人いたんだもんね。そうかそうか、戦闘がないならいい。で、うん、降りると、あ、行ったんだな。行った行った、大丈夫。上行って右行くと、ワープゾーンだね。左が剣ね。右の右、まっすぐ右。どこ出んだ。図書館か。半分間がいるの右だね。ここからまずアルベロ行っちゃうか。水銀はどっからだ。まずアルベロ行っちゃおう。ここ右右の水銀行こう。水銀フラスコイン減るんだよね。そう、あと空の瓶も1個あったから、瓶のやれるとこなくね。ワープから近い瓶ってどこだ。意外とないな。そうなんだ。わかった。水銀これ、3つやっちゃったらさ、瓶1個になるよね。それ、どうなのそれって。下の左ね。この先だ。本当に強化されてんのかどうか、よくわかんねえしな。はい。捧げます。Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. 3個になっちゃったよ。本当に？Me siento cansado. Por favor, dejadme solo. あ、これが限界？もう一回できるの？Me siento cansado. あれ？なんだろう。で、また入ると。おい、ちょ、パパパパ。何今の。出てきちゃってますけど。大丈夫なのこれ。これは。Penitente, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar al milagro continuar con su castigo? 体もでかいよね。Daos prisa. Traedme la plata líquida antes de que sea demasiado tarde. え、水銀ってそれを抑えるためのものだったの？いや、あと2個持ってるんだけど。やりますよ。じゃあ瓶がまた減る。でも彼を助けるために。Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada。 いや、でもなんか瓶のアイコンがいかつくなった。あと1個あるけど、1個はちょっとって感じじゃない。やるわ。大丈夫かこれ。よべんディゴラミクストラ。け recuperará vuestra sangre derramada。もうノーダメせよっていう感じ。うわ、1個しかねえ。
más queráis. Dejadme solo. No es menester contemplar lo que está a punto de suceder. ラストだったのかな、これ。はい。まあ、また来るよ、すぐに。行きます。どうだった？なんか出ちゃってる。生まれたのかな？あれ？動いてないよ。こと切れた？いけない。切っていいの？なんかない。いや、実はね、全部のクエストが終了した時点で、俺、瓶帰ってくるんじゃねえのって思ってたんだけど、ないー。マジか。一個でどうせよと。あとは、あぶね。アルベロの上戻って、テンチュディアですね。うわー、瓶。なんか持ってっかな？渡す。Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación, la obra de esta cofradía continúa. OK。涙。全部寄付するわ。で、テンチュディアの腐肉があって、クレファスっておじいちゃんのことだっけ？あ、おじいちゃんなんか石像の前でどうしたらいいんじゃって言ってたもんね。真なる埋葬の名は。あと肉、これこれ涙かな。確か魔法をもらった気がするよ。祭壇の装飾の間。はい。何あれ、ちょっと待って。それ何それ。そこの背景なんか乗せようとしてんの、あれウサギですか、なんじゃろうね。あ、なんかよく見るとさ、あの屋根の上にさ、猫いる、喧嘩してる。町らしい町ってここしかないからね。この人の営みみたいなものはここでしか見られない。よし、全部募金しようぞ。まあお金持っててもしょうがないしな。きっと何かが起きるはずだ。ありったけ39,820円。あれ、あ、ボタン間違えた。ちょっと、ああ、また間違えた。罰ボタンかけてな。ああ、しまった。下押してもダメか。ちゃんと書いてある。丸で戻る。罰で決定。あ、なんかプレス、全然話飛ぶんだけど、プレステ5から罰が決定に統一されるらしいね。もともと、日本は丸が決定っていう文化だったんだけど、プレステ2とか3とか4から、からっつうか、では、海外版だともともと罰が、決定だったんだよね。まあそれはいいか。で、罰で決定と。はい、入れましたよ。足りぬと申すか。あれ、うん、告白者なんだ。寄付と告白者っ
ていうのが、あ、ここでやれるんだ。まあなかったけど在庫が。へえ。寄付、寄付、0円です。何かないの？神様がなんかくれるんじゃないの？くれなかったか。で、あと、ワープ行って、瓶が近いところ、ここがまだ近い。ちょっと、一個は相当きついよね。音叉の縦穴行って、どっちが近いかな？そこと、そこ。音叉の縦穴ね。一回行こう。さすがに、瓶あれは、やばすぎでしょう。音叉の縦穴。ここだ。上に行くか、上のが楽そうだな。こいつがいるのか。3発。それもいるのか。行っちゃうか。またいるのか。危ない。だー、ちょ、逆。ちょっと涙稼ごうか。また多分ね、寄付が足んなかったんだよ、量が。あ、なんだ俺。ん、ちょっと待って。ん、なんだ。わあ、テレポート。ん、こ、ちょっと待って。あの、今日寄付をしたから、あー、いけるようになったじゃん。書いてあったんですよ、そのセーブポイントでテレポートみたいなのができるようになりましたって書いてあったんだけど、それの解除方法寄付だったんだ。あー、そうだったんだ。これでまた随分楽になるぞ。とりあえず瓶ね、瓶上登って左ね、左あれだったんだ。ショートカット開いてなかったっぽいね。で、左行っちゃって上ね。あ、ぶだぶだぶ。おお。危なかった。降りてくんの待とう。来た。なんかいる？何もいないよね。いたわ。おお。ダメか。特に倒す必要なかったの。今度は静かだね。やっと2個目。なんかある？ねえわ。補充する。うーほほほほほ。全部やってもうた。1500。あいつを倒すといくら？うわー、まさかの展開。うわっと、ばちょっと倒してくるわ。さあ、詰めてまいりました。1500だよな。オッケー。2つ目。うわ、なんかうめき声がするね。で、ワープゾーンとこ戻って、いいんだよ、行っていいんだよな。で、危ない。で、大聖堂に飛べちゃうってこと？これ大聖堂の手前になんかなかったっけ？大聖堂、うわ、行けちゃう。行きます。うわ、めちゃくちゃ便利じゃん。よし、じゃあここから本番です。で、左行くと確かあれだよね、あのサエタがいたんだよね。だね、チューリップが残ってる。そこか。じゃあ右に進んでいけばいいんだな。早速行きましょう。長かったな、ここまでが。でもこのワープ便利よ。あ、魔法変えよう。あの、お金が増える魔法っていうのがあったんで、それを使ってました。
どうしようかな。飛び道具が出る系とかいいけどな。沈黙。まあ回復かな。な、うちょい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 。なんか来る、なんか来る。そういうのやめて。ちょっと待って。うわ。もともとこんなだったっけ？厄介な感じ。うわ。お前かい。評価答え。当たらん、当たらん。うお、いきなりこんな食らってしまった。うーっち、うわー、回復止まっちゃうんだよねこれね。いやーね、あぶね、ダメだ、動かね。ちょっぱなこんなだったっけ。あぶね、間違えた。使っとくか。瓶がなくなった。お前か。ものすごく痛そうにモーション取るね、のけぞる。それ痛いだろうよっていう。お前か。この辺。多分この辺。危ね。なんか手がついてる。土台に、土台っつうのかあれ。鎖を握ってるね、なんか硬えな。あ、そういえばおじいちゃんに会いに行く必要あんのかな。これ何度でも蘇るんだよね、また。いやー、上行っちゃうとまた蘇るから、まっすぐ行こう。捕らえられてんのかこれ。金の重要性。あ、でもワープ使うごとにさ、お金かかってたんじゃない、実は。何すんだっけ、壊すんだっけ。あー、仮面を集めんのか。今2つしかないよね、仮面が。オレステスとクレセンテ、もう1個ないんだけど、つけるといけるとこ増えるんだっけ。いびつな仮面ついた。渡す。掘った仮面、目が光った。で、お、呼ぶやつか。右行くと、あ、これなんだっけな、なんだっけ、ベネズエラじゃなくて、そうそうそう、こいつこいつこいつ。あ、ちょいちょいちょい、しまってしまってる。エズドラスか。うっち。やばくない？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 あ、やばくない？行くしかねえか。また復活？使う。あの弾消せるんだっけ。一発ではある。丁寧にこう、丁寧に食らわないように。これ食らうんだよね確かね。危ない危ない。
あの蛇みたいな、こいつが厄介ね。どうしたものかね。これを当ててった方が威力高いか。まずあの天使みてえのが多分ダメージを受け持ってる。こっからがまた長い。そうでもねえな、上行っちゃう。いや右だよ。エズドラス倒そう。つかこれでよかったじゃん最初からっていう話。行く必要ない。まあ、丸ボタン手軽でいいけどな。さあちゃんとやろう、ちゃんとあいつを倒す。エズドラスのクローン体かな。うっち、回復するんだよねこれ。パターンがな、勝てんだろうな。うえっ、当たるときと当たらんときが。うえっ、ちょっと待って、回復させて頼む。やばくない、やばくない。ちょあぶない。いやー硬いわ、とても硬いわ。そのなんか当たり判定がようわからんやつ。これは復活しねえよな、中ボスみてえな。上行く、あそこ上行こうか。トゲトゲが目に入った時点でなんかこうめまいがしてきた。ここから上行くっていう手もあるし、さっきのはしごを登っていくっていう手もある。はしご、いやー登ってみっか。降りてもいい。ガッチャン、上か下か。上だ。体力ねアップしたりとかしたいもんね。おお、回復したい。飛び道具でも回復するんだっけ。するするする、ありがたい魔法です。いいね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 。危ねえ、結構容赦ないね。赤字です。使っとくか。これショートカットか。うわートゲだらけだよ。なんかアイテムある。行きたくねえなこれな。なんだろう。ああいやショートカットっぽい。降りる必要なさそうだから左行っちゃう。トゲが厄介よね。上にも行けんのか。なんかあった気がすんな。地味に厄介。降りれる。左にも行ける。あ、でも来てるわ。下行くとショートカットっぽいな。うわ行きたくねえ。左へ行こう。どう転んでも地獄。やばばばば無理。
じゃあ、よしよし、おっと、敵多い、敵多い、敵多い。パパ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 俺も出ないときはある。ん？弾切れ？ある弾切れとか。弾切れだったみたいだね。